この映画凶悪です。よいアクション、起きてゆきです。お願いします。ということで今日はですね、実際にあった事件をもとに作られた実録犯罪映画を5本紹介していきたいと思います。私ですね、こういう実録犯罪映画と言われるジャンルが大好きでよく見るんですけれども、気持ちのいい映画ではないので、見ていてやっぱり胸クソであったりね、実際にあった事件をもとにっていうところで、もちろん映画なのでね、脚色してフィクションとして出されてはいるんですけど、一個こうリアリティが乗っかることで妙な生々しさと妙な現実味というのをね、作品自体含んでくるので、すごくね、何とも言えない気持ちになるんです。よっぽど元気な時か、あるいはな時に、見ていただければなと思います。復讐するは我にあり。1979年、緒方健さん主演、今村翔平監督によって出されたこの映画、原点にして頂点と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。こういったジャンルの作品のパイオニア的存在の作品なんですが、モデルとなった事件はですね、西口明事件と呼ばれる事件でありまして、西口明という男がですね、詐欺や窃盗を繰り返し、警察の目をかいくぐり逃亡しながら、そのうちにですね、5人もの人間を殺害していたという事件なんですが、当時こちらの事件はですね、10万人を超える警察が動員されまして、全国に捜査網が敷かれたんですが、それでも犯人逮捕には至らず、警察も頭を抱えていた頃ですね、思いがけないことでこの事件は幕を閉じることになるんです。ある時、西口明が詐欺を行うためターゲットとなる人物の家に訪れた際、その家にいた10歳の少女がですね、この男の顔に見覚えがある、今全国で指名手配されているあの西口明という男なんじゃないかと、ピンときた少女は父親に相談をして、それから西口明は逮捕されてしまったと。10万人もの警察の目をかいくぐった男がたった一人の少女の目によって捕まってしまうと、こちらの事件をもとに作られた復讐するは我にありという作品。まあなんと言ってもこの70年代80年代の日本映画ってもうすさまじいパワーを持ってるんですよ。圧倒的に今の方がいい映画って作れるわけじゃないですか。映像の質であったり音でもそうです。何をとっても今の方が進化しているはずなのにもかかわらず、この時代の映画の持つ厚さ、濃さ、厚みっていうのがね、やっぱりどうしても追いつけないなと。映画としての質はもちろんなんですが、この男がいかにして警察の目をかいくぐっていたのか、そしてこの男はなぜ人を殺していたのか、本能のままに人を殺していくと、この男の持つ心情というのが浮き彫りにされていて、すごく見応えのある作品となっています。緒方健さんの熱演も含めてぜひ見てみてください。凶悪。まあもう皆さん知っている方も多いと思うんです。実録犯罪映画の中で最も有名な作品の一つと言っても過言ではないんじゃないでしょうか。山田孝之さん、ピエール滝さん、リリー・フランキーさん、あらゆる名優が出演していることでも話題のこの作品なんですが、この映画のものとなった上申書殺人事件という事件はですね、ある暴力団の組長が殺人の容疑で捕まるんですが、獄中である週刊誌の記者に告発をするんですよね。衝撃的な告白により、日本を震撼させる事件の全貌が明らかになっていくんですよね。僕が犯した殺人事件の首謀者は別にいます。その人は先生と呼ばれる人で、この先生によって僕は殺人を犯していたんですと、突如明かされた謎の人物先生、一人の死刑囚によって告発された殺人事件、次から次へと明かされる凶悪な事件の真相とは、とんでもなく恐ろしい事件でして、この死刑囚がもしね、告発をしていなかったら、この先生という男はずっとバレずに、いわゆる完全犯罪を成し遂げていたんですよね。ここがまた恐ろしいところなんですが、あらゆる殺人の方法、あらゆる証拠隠滅の方法を使ってですね、逃げ延びていた先生という男の猟奇性と、そして凶器なんかもですね、浮き彫りになってしまった恐ろしい事件なんですが、そんな事件をもとにして作られたこの凶悪という映画、
もう映画としてまずめちゃくちゃ好きで、僕ピエール滝さん演じる暴力団の組長が告発するリリー・フランキー演じる先生という男の存在、そしてそんな凶悪な事件にどんどんと見せられ、どんどんと没頭していく山田孝之さん演じるジャーナリスト、この三者三様の関係性というのがですね、またこの事件の恐ろしさというのを表していまして、知れば知るほどさらなる深みへと沈んでいくっていう恐怖、ぜひ凶悪見てみてください。愛なき森で叫べ。以前私が愛のむき出しという映画を紹介した時にも言わせていただきました巨匠園子温監督が発表した新作ネットフリックスオリジナル映画なんですが、園子温監督といえばね、冷たい熱帯魚というあまりに有名な実力犯罪映画がありますが、今回はですね、あえてこの愛なき森で叫べの方を紹介させていただこうと思います。日本で最も有名な殺人事件の一つとも数えられる北九州監禁殺人事件という男がある一家に取り入り、言葉巧みな話術によりマインドコントロールでこの一家を支配し、家族同士で殺し合わせたというあまりにも残忍な事件。そんな狂気的な事件をもとに作られた愛なき森で叫べはですね、椎名桔平さん演じる男がですね、ある家族に取り入り崩壊させるという物語なんですが、この事件の全貌というのを描いているんではなく、そこにその子温ワールドというのを落とし込んでいて、エンタメ性にあふれた作品となっておりますので、すごく見やすいと思うんですよね。これまでのその子温監督作品を彷彿とさせるシーンなんかもいくつか散りばめられていまして、その子温監督の集大成とも言えるこの作品はですね、映画としてもすごく面白い作品となっているので、この北九州監禁殺人事件をモチーフに作られた映画というのは別にもう一本ありまして、クリーピーという作品があるんですよね。香川照之さんと西島秀俊さんのダブル主演で送られているこの作品はですね、愛なき森で叫べがバイオレンス味が強い作品ならば、このクリーピーという作品はですね、ホラーに近い作品なんですよね。隣人である香川照之さん演じる男にどんどんと洗脳されていくと、得体の知れない男にどんどんと支配されていく様っていうのがね、まさにこの北九州監禁殺人事件の恐怖というのを体現しているなと思うんですが、元となった事件の恐ろしいところはですね、殺害方法の残忍さであったりとか、猟奇性というよりもですね、自分は一切手を下すことなく、その話術とそして通電と呼ばれる拷問方法を使うことによって絶対服従させていたっていうところなんですよね。被害者の一人である女性が逃亡したことでこの事件を発覚したんですが、この事件もね、この少女がもし逃げ切れていなかったら完全犯罪が成し遂げられていたんじゃないかと言われていまして、その計画性、その狂気性というのが報道規制されるほどにまで今なお恐怖を感じてしまう事件なんですよね。全員死刑、大牟田4人殺害事件という事件を皆さんはご存知でしょうか。ある一家がですね、金銭トラブルによってで人を殺害してしまったことをきっかけに、次から次へと人間を殺していったという恐ろしい事件なんですよね。そしてこの事件が全国的に注目されることとなったのは、この殺害に携わった家族全員が死刑判決を下されたというところなんですよね。日本でも初となったこの一家全員死刑判決、このことで日本中に大きな衝撃を与えたんですが、モチーフにして描かれているのが全員死刑。間宮祥太朗さんが初主演を務めたことでも有名なこの作品、殺人を行うことで家族の絆を深めていくというこの一家の狂気性というのが見るも恐ろしく、この映画はですね、中盤あたりから割とコミカルなシーンというのが随所に入ってきていまして、行き当たりばったりな殺人なんですよね。計画性がない、自分の邪魔となったものはその場で殺してしまうというあまりに無計画な殺人、その無計画さというのをね、コミカルに描いているという、ある種タブー的な映画なんですよね。間宮祥太朗さんのめちゃめちゃかっこいい金髪姿と、それにそぐわぬ猟奇性、狂気性、恐ろしさというのをですね、コミカルに描くことで事件の恐ろしさというのがさらにわかると思うんですが、演出もね、割ととんがってるので、ぜひ見てみてください。そうして私たちはプールに金魚を。この映画はですね、もう今回紹介する映画の中で一番平和な事件です。事件の平和もクソもないんですけど、埼玉県のとある中学校でプールに
大量の金魚が放流されていたという事件を皆様ご存知でしょうか。この珍事件の騒動を起こした女子中学生4人が器物破損、不法侵入などの罪で捕まってしまうんですが、彼女たちが警察での供述でですね、プールに大量の金魚が泳いでいたらすごく綺麗だと思ったからやったと。この珍事件を映画化したのがこの、そうして私たちはプールに金魚という作品なんですが、短編映画なんですよね。 We are little zombies という作品でですね、世界中に衝撃を与えた新進気鋭の若手監督長久監督によって手掛けられている作品なんですが、中学生の時期って男女問わず思春期、心身ともに子供から大人へと成長していく時期じゃないですか。そんな時期にね、茶に構えてみちゃったりとか、自分たちの生きている今って将来何の役に立つんだろうとか、今を生きていく中でのこの虚無感っていうのをね、ほとばしろセンスと美しい絵で描いている作品なんですが、まあ短編映画ということもあってすごく見やすいですし、何よりもね、僕この元となった事件をね、僕リアルタイムですごい覚えてて、日本中でこの事件っていうのは結構話題になって、女子中学生がプールに金魚放って一緒に泳いでいたっていう事件があるらしいと。まあその事件をね、改めて映画化したのがこの作品なんですが、そこにこう思春期ならではの尖った感性みたいなのも織り交ぜているっていうところもですね、ものすごく面白いので、ぜひそうして私たちはプールに金魚を見てみてください。さあということでですね、今日は実際にあった事件をもとに作られた実録犯罪映画を5本紹介させていただきました。さまざまなものを取り扱ったんですけれども、冷たい熱帯魚はねえのかとか、お日本で一番悪い奴らはないのかとか、ね、いろんな意見あると思います。結構紹介されまくってるんで、今更僕がね言わなくてもっていうこともありましたし、多ジャンルないろんな方面からの作品っていうのを紹介したかったので、はい、今回はこの5本を紹介させていただきました。もうこれだけは言えるんですけれども、殺人ダメ絶対と沖田結衣でした。はい、今日はね、今日結構本当に、あ、ごめんなさい、今日アフタートークなんですけど、今日結構ヘビーな内容というか、本当に僕好きなんですよ、こういうジャンルの映画が。でね、一時期本当に見まくっていて、他にもね、誰も知らないとかね、いろんな映画を紹介したいなと思ったんですけれども、本当に激戦に激戦を重ねてね、僕の中でいろんな会議をして、この5本で行こうというふうに決まったんですけど、次はね、洋画、アメリカのね、実力犯罪映画を紹介していきたいと思うんで、まあ、それもぜひ見ていただけたらなと。以上、泳ぎ室から沖田結衣でした。バイバイ。